ダニエル・リカルドは、再び勝ちたいという強い願望を持ちながらも、自らの F1 キャリアの第2章を、感情、再び勝ちたいという強い願望に左右されずに進めると主張しています。リカルドは、レッドブルとアルファタウリからニックでフリースに変わって、再び、F1 でのチャンスを得ました。レッドブルは、オスカー・ピアストリに変更し、リカルドは、マクラーレンのリザーブドライバーとしての庇護を受けました。ザントフォールトでの3回目のレースでクラッシュし、 手を骨折したことで、オースティンまでレースに出場できませんでした。しかし、メキシコシティでのレースでは、力強いパフォーマンスを見せ、予選4位から7位まで進んで、復帰後初めての満足感を味わいました。リカルドは、メキシコのような週末は改めて感じる必要のあるものでした。チーム全体が満足しており、これが全身に寄与していると感じます。車を予想外の位置に置くことは興奮させるし、 メキシコでの4番手のポジションは特に興奮しました。それは今年のアルファタウリには期待していなかったことでしたと語りました。彼はまた次なる成功への扉が開かれる可能性に期待を寄せながらも2度目の F1 キャリアを楽しむことも強調しています。もう一度勝ちたいと思っているけれど、それだけでキャリアの第2章を評価するつもりはありません。自分の幸福や成功をどのように捉えるかが重要でもちろん勝利はボーナスですが。 それに縛られない自由な感じがいいんだと述べています。リカルドは2024年にアルファタウリに残ることが確定しており、セルジオ・ペレスとレッドブルの契約が満了するため彼の公認を望んでいます。コメントリカルドが再び勝ちたいという強い願望を持ちながらも自らの F1 キャリアの第2章を感情を再び勝ちたいという強い願望に左右されずに進めると主張しています。 何かお花畑にいるような感覚になりますが、角田選手に勝つしかないのですから、勝利はボーナスですが、それに縛られない、自由な感じがいいんだとか言ってられないと思うのですが。